皆さんこんにちは、解説役の諏訪子です。次回古戦場は非有利ですね。今回は次回古戦場までの準備動画、火マグナで必要な武器や必要本数を実際の編成例とともに紹介していきます。それでは行ってみましょう。古戦場に向けての武器準備についてですが、肉集めと3種類のヘルに対しての編成準備となります。肉集め編成については昨日動画をアップしたので、気になる人は概要欄からどうぞ。ですので今回はヘルについての解説となります。それではまず最初に全難易度共通の必須武器について、説明不要かもしれませんが、これらの武器は最優先で強化しましょう。理想は最終段階まで、特に火マグナは誘惑のチェーンがとても強いので、できればそこまで準備したいです。手動周回をたくさん行う人はぜひ準備しておきましょう。次は 95Hz についてです。 95Hz 想定で必須となる武器はこちらです。 95Hz は基本通常軸が強いので、これらの武器が主軸となります。ベルアバドは奥義軸をする人のみです。火マグナは厳選できる武器が多いので、しっかり行うとかなりダメージが変わります。特にオッケに関しては採用本数も多いので、ぜひとも厳選しておきたいですね。次は状況によって必要な武器です。もし4突のアギトが2本ある人に関しては、手動編成に関しては排水軸が可能です。その場合はウィルナスフィンガーの厳選を行いたいですね。フラウの拳はレスラーのメイン武器用。コスモス剣とミーレス剣はオッケ編成のサポート。プロメテツエアスザクことは水着クビラのサポートです。それでは次に実際の編成例です。 95Hz の手動編成はこんな感じになると思います。ダメージが足りる場合はベンベネと2本目を採用してもいいです。もし嫁が拳5突を用意できるのであれば、メイン採用で武器枠を1つ開けられるのでさらに強いです。次にフルオート編成例です。 95Hz のフルオート編成はこんな感じになると思います。渾身軸ならこんな感じ、機構編成であればこんな感じだと思います。 95Hz は前のめりに殴り切った方が強いので、誘惑のチェーン採用で火力特化でいいと思います。次は 150Hz についてです。 150Hz 想定で必須となる武器はこちらです。ポイントは防御タイプの滅人剣。フルオートを快適にしたい場合、1本以上は必須だと思います。あとはパナケイアのメイン目的で虚空やり、さらに耐久力が欲しい場合はドラポンがいいでしょう。次は状況によって必要な武器です。フラウを採用する場合は4突のフラウ拳はあってもいいと思います。あとは排水時のよだめ目的でウィルナス拳、長期戦の火力目的で4増斧。ただし火マグナのフルオート編成は武器枠に余裕がないので、正直あまり出番はないかもしれません。それでは次に実際の編成例です。ちなみに 150Hz と 200Hz の手動はキャラやムーブによって想定が大きく変わるので、今回はフルオート編成のみ紹介します。まずはパナケイアから。 150Hz であれば槍槍の組み合わせでいいと思います。オッケが4本入っていますが、長期戦の場合は技巧確定にしなくてもいいと思うので、耐久が欲しい場合は1本守護武器に入れ替えていいと思います。次にレリックバスター編成。これも先ほどと同じく、耐久力によって守護武器を追加しましょう。次に剣豪編成。フロントキャラにもよりますが、通常攻撃の頻度が少なければアスポンは抜いてもいいです。週末は桜花にするとさらに火力を伸ばせていいと思います。無理な場合は渾身にしましょう。次は 200Hz についてです。200Hz 想定で必須となる武器はこちらです。200Hz に関しては防御滅人剣は必須と言っていいでしょう。ちなみに水古戦場でも防御シュレディンガーは必須級。風古戦場は防御ダウルダブラが便利でした。火は防御アップ系のキャラが少ないので、可能であればぜひ2本は欲しいですね。また、もしウシュムガルの覚醒タイプが実装されれば、防御タイプは滅人剣の代用として入れられるかもしれません。もしブレグラが来た際は必ず2本以上取得しておきましょう。次は状況によって必要な武器です。理由は 150Hz とあまり変わりません。こちらもあまり採用する余裕はないと思うので、念のためあると便利程度だと思います。それでは次に実際の編成例です。まずはパナケイアから。150Hz からさらに耐久に寄せています。この編成の技巧確率は 80.1。防御力もあるのでそこそこ耐久できると思います。こうして見ると滅人剣の有用性がよくわかりますね。メイン武器は虚空槍がとても優秀です。もし嫁が槍ごと突を用意できるのであれば、コンパニオンとして設定しましょう。次にパラディン編成。先ほどと武器の内容はあまり変わりません。耐久が十分な場合は終末武器に戻してもいいと思います。守護武器の本数も実際の戦闘を見て調整しましょう。
編成紹介は以上です。いかがでしたでしょうか？今回は割と簡単な解説でしたので、より詳しい質問などあればコメントでお願いします。敵の行動や所持キャラの有無によって、編成はさらに変えられると思いますが、編成を考えている方や悩んでいる方に、少しでも参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。次の動画でお会いしましょう。